それでは一つ目のごめんね川柳、こちらです。はい、こちらですね。忘れ物車で届けさせミンタマーフ。ミンタマーフ、ミンタマーフ、これは誰、牛尾くん、牛尾さんですか。なんこれ、はい、下ネタじゃないですよね。大丈夫違います、やめてください。やめてよ、俺たち下ネタ嫌いだから。嫌いだからよく言いますよ。インゴとかじゃないだろよくおっしゃいますよ。よく言いますよって言われて嫌いだよ、我々は下ネタを。でっけえ、俺さっきはもう下品な、本当に、うん、どういう意味。ミンタマーフはごめんなさい。ミンタマーフ、それ大丈夫だよね。アイドルが走っていい音じゃなかった、ね、今音の並びじゃなかったような気がするけど、もう一回言って、うん、ミンタマーフ。これ一回上がる、ミンタマーフ、ミンタマーフ、うん、私のミンタマーフ。私のはいらない、私のミンタマーフ長いだろ、私のなそう、インドネシア語でごめんなさいっていう、しかも丁寧に言った感じなんです。丁寧な言葉、はい、忘れ物を車で届けさせてもらったと。そうなんです、あの弟に仕事で必要なものを忘れてしまったことに直前に気づいて、1時間半かけてお家から車で届けに来てくれて。マジで。そうなんです、で5秒で帰らせてしまうっていう、本当に申し訳ないことしちゃったなって。それは結構あの重大な忘れ物でしょ。あのガムランボール結構重大で、あの私ラジオやらせていただいてるんですけど、響けガムランボールっていうコーナーをやってる。なんだそのコーナーもう半分ぐらいそれなんで、あのガムランボール忘れちゃうと。ガムランボールが半分ぐらい番組の半分ぐらいあるんで、ガムランボールの番組じゃんとしたら。そうなんです、潮沙里奈のおっしゃりなと響けガムランボールのこれだけでやってるレギュラーだ、レギュラーね、はい、そうなんです、レギュラーステージなので、それやっちゃうと半分全部なくなっちゃうんで、うん、あ、これはなきゃダメですよ。そうだ、もう気をつけてください。忘れましたは言えないもんね、そのラジオで、はい、ちょっとまだ1回もないので、うん、気をつけたいなって思います。なるほど。